スモ。なんだこれ。はい、というわけで今回はスーモ、元イスモ連服に乗っていきます。いや、なんでそんなに話すの遅いんだよ。にゃんにゃんにゃん、人生山あり谷あり、でもマリサの胸部は平原。大発表されたいのか。今回は一段とふざけてるわね。よかった、パチュリーだけは通常の速度で喋ってくれてるんだぜ。と、そろそろ動画が始まって1分経つので真面目にやりますか。うん、できれば最初から真面目にやれ。視聴者さんの1分間を無駄にするゆっくり実況者の鏡。そういう同業者を敵に回すかもしれない発言は NG。で、艦長、とりあえず前方の島に張り付く感じでいいですか。お願いします。ちなみに今回はランク戦スプリント、12vs12 の軍拡競争の戦闘になるわ。軍拡競争ですーも、そしてこのマップ。なんか見覚えがあるような気が。忘れるビーム。そんなのがマリサに聞くわけ。なんか思い出そうとしたのか忘れちまったぜ。効果的面だったようですね。と、前方に敵3塁を確認。それでは砲撃の方、お願いします。アイマム、どんどん撃ってくぜ。敵は島を後ろに背負ってる形だから回避が難しそうね。あれは発見のタイミング見誤った感じだな。あの敵三塁はフランス巡洋艦で煙幕を所持していないですから。しばらく味方の集中砲火にさらされることになるわ。で、マリサさんは距離あるとはいえもう少し当ててくださいよ。悪いが偏差射撃の方法を忘れちまってな。ってなると忘れろビームを撃ったアリスの責任ってところね。理不尽。と、敵三塁は座礁してしまったわね。あ、ご愁傷様です。その後敵三塁は味方の砲撃により撃沈されたわ。それでは引き続き奥に見えている敵戦艦へと砲撃していきましょうか。了解なんだぜ。それではここからは5倍速で。いや、色がおかしくなってるぞ。海と空の色をカラフルにしようっていうウープ主の粋な計らいよ。画面全体でなく一部分だけ色を変更させてるのがポイントね。うん、すごくどうでもいい。気分が悪くなった人は適当に消耗品のアイコンでも見ててね。と言ってももうすぐカラフル倍速シーンは終わりますが。これ島影射撃じゃなくてもう少し前出て攻撃すべきだったな。思ったより敵の戦艦が前に出てきませんでしたしね。と、左舷方向から魚雷来てるわよ。それで面影で回避します。魚雷は大丈夫そうだな。そうしましたら左舷方向のクレベールへ砲撃お願いします。了解だぜ。ちなみに東側の敵は敵地区2隻に大巡1隻、戦艦3隻とやや重めよ。今回見た感じ回復バフ多めなので面倒になりそうですね。いくら数もで着火しても下がって回復されると意味ないわ。あのクレベールは隠れちまうんだぜ。そうしましたらこの辺りで反転して敵戦艦らをより交代させに行きますか。アイマム、通り火事。これ東側の敵全体的に下がってるわね。こうなるとスーモの優位性がかなり下がってしまいます。そうなん。ああ、基本スーモが役立つ部分は敵の前線を押し下げることだからな。それでこのままみんなで突撃して敵を押しやるのはどうなの。それができればいいのだけど、敵地区艦の魚雷で前出にくいでしょうね。こちら側の島風がもう少し前で敵戦艦と地区艦に圧かけられればいいのですが。ティアリング警戒してるのか戦艦と同じラインにいるわね。そしたら私たちが前に出ていくしかないでしょう。これこれ、あったかい油断だぞ。弾頭食べー。油断は食べ物ではありません。それにしてもさすがはスーモの弾幕量ですね。敵がどんどん退いていってます。なお大した有効打を出せてない模様。もうマリサもっと頑張ってよ。いや、この弾頭で遠距離の離れて1敵を正確に当てるのはむずい。と、そろそろ敵艦との距離もだいぶ近くなったし煙幕耐えて射撃といきましょうか。だいぶ削れた出雲が見えたにゃん。あ、煙幕耐えちゃったわ。これスポット切れたりしないよな。タイミング的に怪しいわよ。あ、消えましたね。これは頼み方にスポット取ってもらうしかなさそうです。誰かしら取ってくれるよな。正直微妙ね。ま、とりあえずは見えてる敵から撃っていきましょう。絶望の弾幕をプレゼント。とはいえ相手耐90万に加えて回復ばっかかってるからな。でもやらないよりマシなはずよ。ダメージダメージダメージ。単純なダメージ量で言えばスーモはかなり稼げるから面白いのよね。戦況への影響度は置いといてだけどな。撃たれる方からしたら最悪なやつにゃん。さて、1分ちょっとの射撃で約5万稼げたわね。ダメージ量だけ見れば十分仕事してる風に見えるんだぜ。それで艦長、相手はガン逃げモード入ってますがここからどうします。そうですね。このまま東側の敵戦艦群を追いかけるとなると敵地区艦の雷撃とスポットが怖いんですよ。かといってなぜか密集してる占領エリアの小島群に行くのは微妙ですし。消去法になってしまいますがマップ中央北方面に行ってみますか。というかマップ西側の味方は不思議な動きしてんのな。外側から包囲する形取ってくれるとクロスファイア取れるのだけれどもね。
ま、とりあえず狙える勘打ちながら移動していくか。占領エリア内にはデモインとスタグラ、なかなか重いのが入ってるわ。デモインが中央エリアの島陰に入った状態でレーダー叩かれるとかなり厄介ですね。敵のデモイン、この軍拡競争での効果的な立ち回りがよくわかってるんだぜ。と、チェックレベールが出てくるわよ。なかなか攻めた場所通るな。回復バフありますし行けると踏んだのでしょう。ま、通行料はいただいていくんだぜ。7発命中で3000ダメージと微妙ね。一戦車のダメージは低いので仕方ないでしょう。そうそう、敵ギアリングの位置だけど、さっき本館より東側から魚雷来て宝マップ極東あたりを北上してそうよ。これまた嫌な位置に陣取られたな。残存鑑定数自体は同じものの、夫人は完全に敵が優勢ね。うむ。と占領エリア中央に敵島風よ。受け、フル耐久か。ねえねえ、魚雷使う私の出番まだ？はいはい、チョコあげるからアリスはおとなしくしててな。私チョコじゃなくて、マリサのエクストラバージンオイルが欲しいな。は？お前はごま油でも飲んでろ、というかなんだよ私のエクストラバージンオイルって。え、聞きたい？いや聞きたくない。もう、マリサはずんぐりむっくりなんだから。え、どういうこと？さて、それじゃジャズタイムに入りましょうか。いや、その前にアリスが私に言ったこ。ちなみにカット中、味方島風がギアリングの魚雷で処されました。駆逐艦2隻で味方のレーダー艦1隻か。これは敵駆逐艦に蹂躙される予感。なんとかして巻き返したいですね。と、スタグラ出てきたわよ。横向けてるので時短から AP でお願いします。AP 了解だぜ。数もの AP でスタグラのバイタル抜けるの？いや、この距離じゃまずバイタルは抜けないが、通常貫通は狙えるはずなんだぜ。で味方ドンスコイが猛進しね。これは早く敵のスタグラ沈めるしか。先ほどの1戦車は8000ダメージ与えられてたわ。今のは5000ダメージだったけど、4秒装填で8000出せるのはさすがスーモニョン。と、ここで唯一のレーダー要員がお亡くなりに。ああ、唯一の希望が。と、スタグラから攻撃来てるので回避します。存在はないよね。と、クレベールが見えてるな。AT に装填し直して撃てそうなら撃っていくぜ。突撃！あ、ロシアサバあるあるの突撃ニョンね。私たちも突撃しようよ。アリスだけ行ってこい。いくら回復ばっかかってるといえども耐久3万の数も出前出るのは危険よ。と、前方にザオー君。お勤めご苦労様です。今度はサンダラーが出てきたわよ。圧倒的弾幕でお迎えしてやるんだぜ。ちなみに艦長スキルについてお話ししてませんでしたが、今回 IFHE は乗ってません。IFHE ってのは HE 弾の貫通力を上げる代わりに火災発生率が半減する艦長スキルのことよ。特にスーモは 25mm 装甲を抜けるかどうかで巡洋艦への有効度が変わってくるわ。現環境だと IFAT 運用している方どれくらいなのでしょうか。よかったらコメントで教えてくださいね。まあスーモ自体今じゃ結構レアになっちまったけどな。武蔵や水着と同じくサンタが待機かしらね。さすがウォーゲーミング汚い。と、ここで競合者を獲得ね。前のユエアンが煙幕張ってくれたのでそれ利用しましょう。アイマム、通りカージで、いつの間にか敵サンダラーと 9km 切ってたな。レーダー使われたら即死ですよこれ。と、味方の魚雷で敵サンダラー撃沈。続いて西の島風がスタグラを破壊機したわ。おいおいマジかよ。デモインレーダー撃ってこないね。ああ、リキャスト中なのかもしくは全部使い切ったのか。と、煙幕から出たから私たちの煙幕使うわよ。パチュリーさん、それ煙幕じゃなくてソナー使ってますよ。あら、うっかりしてたわ。いやここでうっかりミスはダメだろ。改めて煙幕展開するわ。一瞬にして耐久2万持ってかれたぞ。ま、一撃でやられなかっただけ運が良かったわ。と、ユエヤンが敵の駆逐艦と交戦しているのでそちらの援護を。了解だぜ。出て、駆逐艦2隻ともほぼフル耐久か。でも味方が敵島風をごっそり削ってくれたわよ。味方5隻に対し敵は6隻。ここでユエヤンを守って島風を沈められればイーブンに持っていけそうです。敵島風よ、沈んでくれ。お願いするんじゃなくてそこは自分で当てなさいよ。敵島風を瀕死に追い込んだところでロスト。そして味方ユエヤンが沈んだわ。オフ？残り戦闘時間3分切ったからここで一旦仕切り直すわけにもいかなそうよ。誰かしら客内入らなきゃ終わりだもんな。そうしましたら魚雷回避後、望みをかけ全速前進して突撃しますか。と、前出てくれたザオー君もここでお別れですね。それでは機関最大、中央へと突撃します。アイマム、突撃了解です。全軍、突撃そして誰もいなくなった。ふっふっふ、この数もの突撃がそんなに怖いのか。いや単純に向こうが煙幕焚きすぎなのよ。と、敵デモインを発見。この耐久差なら AP にかけてみるんだぜ。時間立てられたわ。
少しくらいダメージ稼がせてくれよ。男子 AT に戻しておいてください。了解だぜ。本艦、敵を敵から狙われてるわ。耐久霊になって沈む前に魚雷だけでも発射しましょう。やっと私の出番。無限魚雷用意。発射。総員脱出。最後の魚雷は一本だけ命中ね。この状況から逆転は、無理だろうな。というわけで戦闘開始から20分経過し、ポイント優勢で敵の勝利となりました。敵のレーダー艦と駆逐艦の動きが良かったんだぜ。と、今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。